こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。フリーハウス前に行きそうです。キャッスルライツそれに続いています。さらにはウィングアロー、5番プレシャスシルビア、その後ろ後方に控えたのがアラビアサンダース。では前の方からフリーハウス先手を取りました。並んで10番グリークプライズ、すぐ後ろにキャッスルライツ、その隣にベーレンズ、その横にビクトリーギャロップ、白の帽子ウィングアロー、いい位置につけました。その隣にプレシャスシルビア。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方からグリークプライズ先手を取りました。2番手に1番ウィングアロー、その外からフリーハウス、並んで9番ベーレンズ、アーリーパイオニア、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのはグリークプライズ、前はグリークプライズ、まだ粘っています。フリーハウスほとんど差がありません。3番手にウィングアロー、絶好の手応え。ウィングアローいい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフリーハウス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はフリーハウス、あと 200m、 先頭はウィングアロー、残り 100m、 ウィングアロー先頭、ビクトリーギャロップ追いすがります。ウィングアロー、ウィングアロー1着、2着にはどうやらビクトリーギャロップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ウィングアロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エアジハード好スタートを切りました。競泳マーチ、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通り競泳マーチ、さらにはクールラッキー、14番エアジハード、その後ろメローダスト、後方から先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのは競泳マーチ、その隣にインティカブ、その横にクールラッキー、その外にウエスタングラウベン、その外からウィニングレグルス、その外にトゥルースピリット、サドンスタイル、そのうちに続いています。これに続いてシャープダディ、シュアユニーク、そのうちに続いています。内からはブロンズカルメン、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。それでは先頭からインティカブ先手を取りました。その外からウエスタングラウベン、その外にエアジハード、その外からウィニングレグルス、好位置をキープしています。競泳マーチ、サドンスタイル、そのうちに続いています。先頭変わってエアジハード、エアジハード先頭、2番手はインティカブ、懸命に追いすがります。あと 200m、 エアジハード先頭だ。残り 100m、 エアジハード差を広げる。2番手はインティカブ、エアジハード1着、エアジハード完勝、エアジハード1着、2着はインティカブ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アラビアカメリア、好スタートを切りました。インペリアルビューティー、この馬も好スタートを切りました。クラウンシュール、前に行きそうです。インペリアルビューティー、それに続いています。さらにはトロットスター、1番サンライズエプソム、その後ろ。それでは先頭からインペリアルビューティー先手を取りました。その隣にアラビアカメリア、その外にクラウンシュール、リッジルック、そのうちに続いています。その外にアロママインド、好位置をキープしています。トロットスター、その外にスリーピーター、その外からナブリーピーク、その外にラッキーブランド、サンライズエプソム、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はトロットスター。トロットスター先頭、残り 200m、 トロットスター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ストラビンスキー迫る。トロットスターもう一伸び。トロットスター、トロットスター1着、2着にはどうやらストラビンスキー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットスター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リーダーズチョイス、これはいいスタートを切りました。ダイナマイトチェイサー、この馬も好スタートを切りました。ゴーイングヒル、前に行きそうです。シルバノ、それに続いています。さらにはアドマイヤコジーン、5番サンエバート、その後ろ。前に戻りましょう。ダンシリ先手を取りました。その外からダイナマイトチェイサー、赤の帽子、サンエバート、その後ろ。アドマイヤコジーン好位をキープ、並んで16番、ゴーイングホリデー、原西、そのうちに続いています。その外にシルバノ、並んで9番、センダワール、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはリダーズチョイス、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。前はリダーズチョイス、ダンシリほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リダーズチョイス先頭、差はほとんどありません。2番手はダンシリ、先頭を捉えるか。ダンシリいっぱいになった。リダーズチョイス先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はアドマイヤコジーン、センダワール、抜けた。アドマイヤコジーン追いすがります。センダワール、センダワール1着、2着にはどうやらアドマイヤコジーン、勝ったのはセンダワール、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プロコルージュ、これはいいスタートを切りました。ダンディスプリング、この馬も好スタートを切りました。カリスマボールド、前に行きそうです。ダンディスプリング、それに続いています。さらにはエルコンドルパサー、1番プロコルージュ、その後ろ。では前の方からもう一度先頭から
先手を取ったのはサンライン、2番手に9番エルコンドルパサー、その隣にランディスプリング、その横にアイアンピクシー、その外にネダウィ、その隣にジェイドアルデル、その横にサーガバイオン、ジム&トニック、すぐ後ろ内からはクロコルージュ、並んで2番レジェラ、すぐ後ろにアメリカンナイト、その後ろからはタイムトトリガー、最後方にスタージャック、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番カリスマボールのレースを引っ張ります。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで先頭が変わりました。アイスチェンジまだ粘っています。2番手はエルコンドルパサー、絶好の手応えです。カリスマボールの3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はエルコンドルパサー、エルコンドルパサー先頭、リードを広げにかかります。2番手はネダウィ、懸命に追いすがります。やはりエルコンドルパサー先頭だ、エルコンドルパサー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はクロコルージュ、エルコンドルパサー、この馬で決まりか。エルコンドルパサー今ゴールイン、段違いの強さです。エルコンドルパサー1着、2着はクロコルージュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンライトモントレー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。セイクリッドアンサー前に行きそうです。サンライトモントレー、それに続いています。さらにはアンブリングダーリン、1番ボーンサッ、その後ろヘッドレイ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から、サンライトモントレー先手を取りました。その外からレイクマシーン、その隣にセイクリッドアンサー、その横にフェアリーステッパー、その外にアンブリングダーリン、ボーンサッ、そのうちに続いています。その外にアローギャル、黄色の帽子、トップパラダイス、その後ろすぐ後ろにハートオブスパークル、ステイゴールド、後ろからになりました。内からはクリスザプリテンダー、シンフォニアヘッド、それに続きます。並んで4番ウィンドロンリー、サンタフェマウンテン、この馬もこのグループ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはレイクマシーン、すぐ後ろにフェアリーステッパー、並んで15番サンライトモントレー、セイクリッドアンサー、この馬もこのグループ、その外からガンブリングダーリン、内からはボーンサッ、トップパラダイス、そのうちに続いています。その隣にアローギャル、ハートオブスパークル、そのうちに続いています。ステイゴールド、この位置です。その隣にクリスザプリテンダー、その後ろからはウィンドロンリー、黄色の帽子、サンタフェマウンテン、その後ろすぐ後ろにスムースアメジスト、最後方にレッドレイ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。12番セイクリッドアンサー、一気に先頭に立ちました。その後ろにレイクマシーン、もう一度先頭から、先手を取ったのはセイクリッドアンサー、さらにはレイクマシーン、その後ろにフェアリーステッパー、ピンクの帽子、サンライトモントレー、その後ろ、その外にガンブリングダーリン、ボーンサッ、そのうちに続いています。黄色の帽子、トップパラダイス、その後ろすぐ隣にアローギャル、内からはハートオブスパークル、白の帽子、クリスザプリテンダー、その後ろステイゴールド、後ろからになりました。その後ろからはシンフォニアヘッド、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはレイクマシーン、緑の帽子、セイクリッドアンサー、その後ろ、その外
からガンブリングダーリン、その後ろにサンライトモントレー、さらにはフェアリーステッパー、その後ろにアローギャル、並んで10番トップパラダイス、ボーンサ、この馬もこのグループ、ハートオブスパークル、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりました。ステイゴールド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。エッドレイ、そのうちに続いています。前はレイクマシーン、ガンブリングダーリン、ほとんど差がありません。セイクリッドアンサー、3番手ステイゴールド、いい位置、果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レイクマシーン先頭、差はほとんどありません。2番手はセイクリッドアンサー、先頭を捉えるか。レイクマシーン先頭、差はほとんどない。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 クリス・ザ・プリテンダー抜けた。ステイゴールド追いすがります。クリス・ザ・プリテンダー、クリス・ザ・プリテンダー1着、2着にはどうやらステイゴールド、勝ったのはクリス・ザ・プリテンダー、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マジックジョージ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマジックジョージ花に立ちます。その後ろからはストーミーダッシュ、この馬も上がっていく構えです。さらにはウィルビーブリーズ、9番タマリスク、その後ろ。先頭に戻りましょう。マジックジョージ先手を取りました。3番ブラックホーク、2番手を追走しています。その外にブレーズウェザー、その外からストーミーダッシュ、内からはウィルビーブリーズ、その外からライラックカレッジ、その外にニュークリアディベート、パッシングクライシス、そのうちに続いています。その外にアイランドエーム。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってブラックホーク、ブラックホーク先頭、残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はタマリスク、ブラックホーク1着、ブラックホーク完勝、ブラックホーク1着、2着はタマリスク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。